はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、こちら、オートミュージアム、こちらですね、久々にちょっと、まあ、パートですけど、まあ、見ていただきたいというふうに思ってます。本日ですね、最終日、優勝戦が行われます。昨日準決勝でね、非常に悔しい思いをしましたので、まあ、今回ですね、また、来てしまいましたというか、勝ちに来ましたということでですね、本日9レースから、やっていきたいと思います。今日は風が強いですね。9レースになりますね。ここは長い選手頭で、買いました。あとはですね、頭はね、黒岩選手、スタート力を生かしてですね、行くんじゃないかと。あとは、1番と2番ですね、増田選手と、あとは金子和弘選手ですね。衛生勢がね、ちょっと怖いなというふうには思ってるんですけど、まあ、最終日ね、地元にちょっと期待してですね、1番2番を、2着3着目で抑えるという形で買いました。長井選手ね、思想28でまあまあいいタイムを出してます。今節ですね、初日見た時優勝できるんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、まあ、2日目の雨ですね、ちょっと残念な結果になってしまいました。今日はですね、まあ、速攻決めてですね、まあ、山田選手より攻めて前に行くような形でですね、それが取れれば、頭まで十分あるんじゃないのかなというふうには思っております。山田選手ね、今節ちょっと、まあ、ピリッとしないんでね、今回は一応尺、の中には入ってませんという形で勝負したいと思います。長井選手スタートいけるかどうか注目ですね。10レースですね、このように買いました。まず頭がですね、1番の山田選手、あとはもう1個がね、7番の岩崎選手。岩崎選手は結構穴なんですけど、1日、初日から3日目まで考えた場合に結構回り足やっぱりいいんですよね。そういうところを考えると頭まで今回あるのかなと思います。鈴木博一選手がね、3-1出して人気になってるんですけど、昨日の動きを見るとちょっと変えないかなというふうに思いますよね。相手がね、もう少し、弱ければというわけじゃないんですけど、もうちょっと楽な選手たちがね、軽犯罪に、ね、結構多くいる場合は勝てるんですけど、今回の場合は結構厳しいんじゃないかなというふうに私は思ってます。あとはですね、2番の林選手、あとは4番の影山選手ですね。こちらの前の方の選手たちが2着3着目に残るんではないかなというふうには思いました。まあ、そんな中でちょっと穴っぽいんですけどね、買ってみました。まあ、怖いのはですね、まあ、佐藤孝也選手、もちろんスタート行けば、まあ、頭まで十分あるでしょうし、あとは鈴木博一選手ですね、まあ、そちらもスタートドカンと行けばあると思いますし、どういう考えで、この車検を買うかということが、まあ、ポイントかなというふうには思います。さあ、山田頑張っていけよ。3人を叩いていきました。一掃しました。10メートル3車、5番の
斉藤哲司選手、昨日落車があってその影響があるのかなというふうに思いましたけど、頑張ってほしいという頑張り車検ということで、まず買わせていただいたのと、あと4番ですね、中山徹選手、まあ、昨日ですね、2着に、ね、3着か、まあ、粘ってね、見事、回り足すごくいいところを見せたし、まあ、今日はですね、思想が2球という形で非常にいい思想が出ました。そういったことでやはり頭候補という形で入れさせてもらいました。あとは、重版勢ですね、7番と8番で小林瑞希選手とあと長田選手ですね、長田選手やはりレーサー氏非常にいいですよね、まあ、そういったことを考えると、まあ、ここは抑えておくべきかなというふうに思いました。平塚選手と泉田選手はですね、もう一歩やっぱり欲しいかなというところはございます。まあ、そういった意味で今回は軽視させていただきました。そのように買いました。頑張れ優勝戦になります。今回私は武藤選手こちらと心中します。初日来た時ですね、今回武藤選手優勝するんじゃないかなという予感がしました。まあ、そこまでねずっと武藤選手を追っかけてきたので、今日もですね、まあ、中山ひかるんと勝負ですね。僕はひかるんが今日ねあんまりよく見なかったんですよね。どっちかというとユージがいいなっていうふうに思いましたね。佐藤雄二選手が非常に怖かったって感じです。で武藤選手ね、思想、まあ、一番者ということもあったんで、どうしてもねこれ、うん、思想がねあまり出なかったっていうのはあるんですけど、でもまあ本走でね上がり3、8とか出してますから、そう考えれば十分ですね後ろの重版勢とね勝負できる形にはなると思うんです。無事ね6周回逃げ切って、見事武藤選手優勝してもらいたいというのが私の、まあ、希望であり、私の、まあ、車検の、選択になりましたということで、頑張ってもらいたいです。武藤選手頑張れ、頑張って武藤切ります。
入っちゃう。うわー、光が入ったよ。すげえな、言葉が出ない。ということで、本日5000円負けました。